えい、今日はビデオのプレミアです。リープス3周年の、ビデオが今日やっと公開されます。チンポハイカット、はい、ハイカット、はい、カット叱ってください。はい、ありがとうございます。いいんですか、今日はそれを祝いまして乾杯しましょう。すごい、皆さん叱ってください。失礼します。さっき飲んでるやん。いや、溢れるか。はぁ、大丈夫。はい、お疲れ様です。お疲れ。中澤さんは、中澤さん今運転渋滞に巻き込まれてます。ゴールデンウィークの渋滞です。はい、今勝には GWJ なんですか。GWJ です。何ですかそれ。ゴールデンウィーク渋滞です。はい、はい、あたした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 これね、今日28日頑張ったよ。頑張りました。マジで骨折れながらでも頑張った。じゃあまあほんまにマジでみんな来てくれてるから、もうちょっとでほんまに始まるから、今日はちょっと店内見て。ああ、いいんですか。でどんな感じで見れるか。いいんですか。行きましょう行きましょう。ここがまあそう、イエーイね、いい感じですね。いい感じやな。で、もうちょっと8時半になったらここで、もうここでプレミア。はいはいはい。どうですか、どうですか。ベロベロです。はい、ベロベロです。何してはったんですか。顔の疲れは聞かないでください。この俺がこういう場面で一滴も酒を飲んでません。珍しい。今日飲んだら俺マジあかんわ、倒れる、これは倒れる。じゃあマジで京都のレジェンド方がいっぱい来てくれてんのか、ほんまに嬉しい。やばい。じゃあちょっと喋らせてもらっていいでしょうか。皆さん、皆さん来てくれてありがとうございます。やばい、鳥肌やばい。だね、僕まあちょっと昔話に戻るんやけど、スケボー16から始めてて、ずっとこの河原町で今いる翔太とここにいるゆうすけ、この3人で死ぬほど滑ってきました。で、先代ね、浅田さんやったり、もう塾長やったり、いろんな人が上にいっぱいいて、その人らがこういう風にスケボーの今のカルチャーを作ってくれて、その時からずっと今京都をこういう風に盛り上げたいって俺ずっと思ってました。で、今こうやってその時からずっと一緒に滑ってる仲間と DVD みたいなのこうやって作れて、映像作れて、こんだけいろんな人が僕らが作ってくれた映像を見に来てることにすげえ感謝してます。ありがとうございます。じゃあまあちょっと長話はこんな感じにして、ちょっと試写会終わりにもう一回ちょっと喋りたいと思いますんで、今日は盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。兄貴お疲れ様です。お疲れ。試写を楽しんでください。もう始まります。行きましょう。ベストチョイ、今回は2セクションで、このバカデカバンクとあれと、今まさか言ってるあれね、この3日間がイベントなんですよね。僕は昨日試写会、まあ、今日はこれでイベントやって、また試写会っていうのやつやって、で明日はプリンティブライ襲来するんで、で協賛編今回いっぱいいただいて本当にありがとうございます。何乗るんですか。僕はテールのヒーローと今一緒やってるんですけど、まだ乗ったことないので、乗り心地までは行ってます。惜しかったのは見ました。お願いします。行きます。
ぞ。あのさ、こんなん俺らの時代ないから。こんないっぱいある。この各ボード20センチの高さと50センチの落差で作っていただきました。キラクさん、ほんまに杉本さん、ありがとうございます。じゃあベストトリックやっていきますか。やりましょう。ベストトリックやります。レディーゴと、やっぱり昨日飲みすぎてまだちょっと気持ち悪い。迎えますか。迎えましょうか。ちょっと迎えさせてもらっていいですか。ちょっと持ってきます。お願いします。飽きましたか。迎えてください。迎えましょう。最高。いつから知ってるんですか。スケボーを始めて一発目に憧れたスケーターがピーロットさん。俺もストリートドリームでバカ惚れ。見てほしい。それで来ますね。そら人も結構集まるわな。このリーブスが今まで駐車場から開け必死に開けてコーンまで置いて来るお客さんを迎えたことがありますかっていう話なんですよ。ドブリーブもここ止めてましたよ。待ちましょう。待ちましょう。皆さんお願いします。そわそわしちゃう。俺のも憧れ。マジで憧れ。カツヤ、いいですか。カツヤ。ありがとう。せーの、ロック。
怒涛の3日間でしたね、小野さん。間違いないです。28、29、30、そして周年、3周年です。ありがとうございます。わがリーフスもこれで3年目 ?4 年目、4年目に入ります。4年目に入るんか。日本語難しいよな、そういうのな。で、まあ、周年の映像は近日公開します。それに伴っていろいろとグッズもね、試写会の時は物販してたんやけど、そうですね。で、そして今回、いや、すごいよ DVD。 これも販売をさせていただきたいんですけど、まあ今回のリープスの3周年は結構大々的にいろいろやりましたねっちゅう動画やな。うん、試写会の時俺も買ったしな、準備の時は。もう楽しみに来ただけみたいな、ウェイみたいな。そんな感じでした。で、あと2ヶ月ぐらいで僕の足が治ります。ついに今ジョギングしていいぐらいまでは言われるようになったんで。ってことで、今回は3周年の映像になりましたということで、あと2ヶ月待ってください。よろしくお願いします。あざっす。せい。